ばんは、ジーズプレスです。始めます。Everything's gonna be alright.
I will see you smile.
こいいね。はい、何でしょう、いつもね、あのゴスペルと一緒にセットでさせていただいてるんですけれども、こっちの前半のバンド前はね、トゥーブルーさんってあのメンバー半分くらいあのかぶりで、ブルースバンドを皆さんでやって、今このジーズプレスでまだ2回目なんですけれども、皆さんの紹介をいつもあまりされないなと思って見てたんです。はい、ということであの自己紹介を30秒で、ね、いいじゃないですかね、長くなったら皆さんこうやってやるんです。言い出してからですね、私米田香織と言います、よろしくお願いします。普段は、ゴスペルばっかりの人です。ゴスペルの、音楽付けで、あの毎日毎日いろんなあのクワイアといってですね、いろんなあの、ソプラノ、アルト、テナーって分かれて何人もで歌う、そのゴスペルクワイアの伴奏をしていることがあのメインでやっているんですけれども、はい、こうやってあの新たなことをチャレンジさせてもらえて、あのとても楽しくさせていただいています。よろしくお願いします。どうぞ。後藤と申します。ですね、このバンドでやるのは2回、確か2回目ですね。で、もっぱらの、まあ、あの以前からやってる、内原さんとも別の番組もやってるんですけど、デレクトラックスとかですね、テレスキーとか、そういったブルース系の曲を大体、あの曲もよく聴いたりだったりします。で、まあ、ちょっとあの練習不足はやめないところがありましてですね、あのまあ、他のメンバー結構無理でパッパッとこうやっちゃう人なので結構しんどいですって言ってくるということで精進いたします。よろしくお願いします。こんばんは。楽しんでますか？私ドラムのネコウジと言います。若い頃からこの場所でやらせてもらってますね。本当に感謝です。で昔はね、本当にブルースとかロックとか、まあ、パンクとかね、いろんなものが好きでここでやってたんですが、最近はもっぱらゴスペルばっかりやってます。で、ね、自分はあの、ね、昔いろんなことやっていきながら音楽やってきたんですけど、今はね、岡崎で岡崎ホープチャペルってね、教会の牧師をやってます。こんな感じでも今日朝はね、礼拝してきてメッセージしてきて、それでね、今日夜からこっちに来ました。ぜひあのこの時間ね、楽しんでください。感謝です。イエーイ。はい、どうぞ。はじめまして、真鍋と申します。よろしくお願いします。僕も当時との、まあ、20年ぐらいですか、もっとやってる前から一緒になって、真ん中のリーダー市原正樹とは、幼稚園の頃からやっとったかな。ほうき持ってほうき持ってやっとったね、もう40年以上。幼稚園、小学校、中学校、高校、ずっと一緒です。仲良しです。なわけで、よろしくお願いします。このこともよろしくお願いします。ギターの市原です。多分今日は歌も歌ってます。普段は米津玄師のレボも一生懸命聴いてます。なかなか難しくて風呂で歌うのがいっぱいいっぱいですね。次は米津玄師のギビンシェルター。違うな。もうなんかさりげなくボケるとわからないじゃないですか。
一人は仕事で、一人は、育児に専念していて、全然嫌われたわけじゃない。二度と顔は見たくないわ。市原さんにはそう聞こえたということですが、次が最後の曲で、The Letter という曲ですね。いきますか。
Good magic for airplane. Oh,
てください。